どうも園長です。どうもおばさんぽです。いよいよですね。はいもう明日そうですね、ついに JPS 関東進出ということで、尾崎フラワーパークさんで開催させていただきます。初遠征。初遠征だね。しかも With 花盛屋ということで、はい、まあ JPS プラス花盛屋さんで盛り上げていければなと思っております。盛り上がるでしょう。すでに盛り上がって、盛り上がってるね。コメントをねたくさん本当にいただいてるんで、ちょっとこれどれぐらいの人数がね来てもらえるのかなっていうふうにちょっと心配というかね、土日も常になんか駐車場もいっぱいになるよっていう、なんかやっぱ人気店なのですごいって言って ね、駐車場の確保かなって言って行って見える方も見えたので、うん、お近くの方はできるだけ公共交通機関をご利用いただくと一番ありがたいんですけど、うん、何にしろ荷物がね、そうこうやってこんな帰らんでかも、ね、これじゃあ帰れんかもしれんもんね。そうってことでまあね、うん、それはちょっと私たちではもうちょっとどうしようもないし、そうだね、うん、まあいろいろ考えてもらって、まあ来ていただくのは本当にありがたいので、大行列になっても焦らずに、はい、ね、うちらは逃げも隠れもしませんので、イベント期間中は待っておりますので、土曜日やっぱ初日ということでちょっと混むかな、ね、っていうことが予想されるので、うん、日曜日もちゃんとありますし開催されますので、ぜひちょっと、まあ、分散してって言ってあれだね、うんうん、あれだけど、まあちょっと様子を見ながら来ていただけるとありがたいかな。はい、はい、思います。荷物はもうね、尾崎フラワーパークさんに送ってあるので、植物はね、はい、まあ、その中から、まあ、少しちょっと紹介をさせていただきたいなと思います。じゃあまず1点目なんですけど、じゃじゃん、これコウモリランの苔玉ですね。コウモリランの苔玉仕立て、これはね、ちょっとね、尾崎フラワーパークさんとゆかりのある商品になっておるんですよ。ちょっとね、今日 Facebook を振り返ってみたら、Facebook を振り返って見てたら、10年前に僕がコウモリランをやり始めようと思った時に、まあ、こういう苔玉仕立てっていうのをね、できないかなと思って、東京に用事があって行った時に、まあ、尾崎フラワーパークさんに寄らせてもらって、まあ、市場の人に連れてってもらったんですけど、まあ、担当者の方を紹介してもらって、ちょっと僕今からこういう大森らの苔玉仕立てをちょっとやってみようかなと思ってるんですけど、どう思われますかって聞いたら、うん、これは売れるからやった方がいいよって言ってくれたんですよ。そこでね、よしやろうと思って、ちょっとその後押しをねしてくれたっていうね、ことがあって、すごいね、これは本当野崎フラワーパークさんに感謝する商品と、切っても切れない商品、うん、それでね、本当そこからうちの中ではメガヒット商品ということになっておりますので、でこれは本当にコウモリラン寒くなってからのが良くなってくるんで、うちのハウスでは閉まる、うん、10月終わりぐらいからかな、出荷の再開をしております。で、尾崎フラワーパークさんのには、10個入りを10ケース、うん、100個送らせてもらったので、ぜひ手に取っていただければなと思います。コウモリランって結構いろんな種類が今あるじゃないですか。すごいね、うん、10年の間にすごいことになった。そうだけどこれはね、ネザーランドっていう、まあ、ヨーロッパで作られている非常にコンパクトなコウモリランということで紹介されて作っているんですけど、一番のポイントは強い。あ、そうだね、そう、割とね、高くてもね、弱い品種とかね、育て方が難しい品種なんかあるんですけど、これはね、本当に丈夫で簡単なコウモリランとなっておりますので、1家庭に1コウモリラン、うん、そうビギナーでも、ね、そう、ビギナーの方でも簡単に育てれる植物となっております。で、これね、飾り方、ちょっと飾り方ちょっと説明してあげて、飾り方、うん、まあ、本当にこんな感じです本当ね、空間利用ということでね、棚とかにね置けなくても空間を利用して、まあ、吊るしてあげて立体的に楽しめるっていうね、アイテムになっておりますので、皆さん目が見えるなどに植えてもらって、棚などにはいっぱい置いてあると思うので、置くのと吊るのとで部屋を埋めると、すごい立体感が出ると思うので、うん、ぜひこういうので釣ってもらうっていうのがおすすめですね。で、あとね、釣るとこがないよっていうふうにね、よく言われるんですけど、うん、まあ、そういう場合はね、こういうね、スタンド、まあ、これはちょっとね、特注で作ってもらったやつなんですけど、意外に市販でも最近は売ってるんじゃないかな。そう、こういう似たようなやつが売ってるんでね、こうやってかけてあげるとね、これはね、高さ調整ができるやつなんで、こうやって下げたりできるんですけど、まあ、こういうものをね、使ってもらってテーブルでも楽しめるっていうふうなアイテムになっております。あえて浮かせるっていう、ね、そうだね。大きくなるとどうなるかというと、まあ、こんな感じでね、貯水葉が茶色くなって、すごいね、立派な株になっていきますので、これがね、どうだろうな、2年ぐらい育てたものかな。
まあ、ハウスで、うん、まあ一株一株ね貯水量もいろいろ出てますので、いろんなタイプ、うん、好きな形を選んでいただいて買っていただければな、連れて帰っていただけたら、はい、思います。はい、次のアイテムなんですけど、根が見える4素、わーい、4素の根が見えるがなんと来春を予定していたのですけど、まあこの尾崎フラワーパークさんの JPS に間に合わせるように作っていただきました。じゃじゃーん、めっちゃ可愛いサイズ。そう、サイズ感がねめちゃくちゃいいんだよね。母数もねすごいいいんですけど、またねちょっとコンパクトで、まあ当たり前だけどちょっとコンパクトな感じで、本当に可愛いね。ね、可愛い感じだよね。そう、そうそう、またちょっと五寸とはほんと違う可愛いって感じで、これは、うん、まあ 2.5 から3寸のポットを鉢上げするために使ってもらえればな。ちょっとまあ養生するとか、うん、そういうのにね、エコチップやのぼり棒に植える帰るときに、やっぱ苗を最初買ってきたのはいきなりじゃなくて、やっぱ大きくしてから植え替えたいって方が見えるので、うん、そういう方にはこういう四寸鉢でちょっとね、買ってきた小さい苗を大きくしてもらって、そこから植え替えるっていうね作業をしてもらうのにちょうどいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、まあ実際植え替えてみようかなと思うんで、ということで早速ねちょっと植え替えてみたいと思います。で今回ね植え替えるのは JPS に持っていくポトスエメラルドですね。エメラルドの3寸、あの販売の時は 3.5 で、投げ込みで販売されているので、まあそのね中身3寸ポットをこの4寸の根が見えるに植えていきたいと思います。もちろん植え替える用土は猫チープ、猫チープ、はい、のこれはねアントニオのね、アントニオ、こんな感じでねちょっと鉢底に入れてあげて、ちょっと今回ねでかいマグアンプちょっと入れて、たまに見えた、あら見える見える、見えすぎちゃって困るのだ。で土もねちょっと落としてあげて、でこの時期ね植え替えはあんまり良くないよってあのよく言われるんですけど、まあ植え替えた後に家の中で、まあ、20度以上だね、20度以上ある方は、まあ、植え替えてもらっても全然構わないと思いますので、まあ、水だけねちょっと控えめにしてあげるといいかなと思います。やっぱねあの寒い時期に根っこをいじるとねあんまり植物もねちょっと弱っちゃうんで、風邪ひちゃう。ちょっとね土はね若干残し気味で今回植えさせてもらいます。まあ、こんな感じでねサクサクっと、早い、こうめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いよね、このやっぱさ蜂の存在感がさクリアで素晴らしい、素敵で、もう一個じゃじゃん、これはねカンガルーファン、正式名称を言うとミクロソリウムのディベリシフォリウム、通称カンガルーファンという名前です、はい、これもね呪文みたいな名前なんだけど、これもね土を落として、これもね1ケースだけ持ってってあるんで、まあ24個しかないんですけど、あらそうなの、そうそうそう、最近はなかなかお目にかかれん、うん、商品ではあったけど、結構私は好きな商品で家に大きいのがあるけど、これね結構モサモサになって可愛らしいよね、ほったらかしでも大丈夫です、ね、たまに水あげて、本当になんかこのすごいこのなんていうのこれ、あーうーんこれ根っこなのか幹っていうか、うん、根っことはまあだけど一応根っこに集めもしてる、それが地上に出ててね、うん、面白いんだよね、ちょっとねサクサクっと植えちゃいますね、サクサクっとできちゃうとこがニコチップの良さだね、そうだね、はいこんな感じ、かわいい、これもねほんとビギナー向けの、ビギナーでも簡単に育てられる植物となっておりますので、これもねよかったら探してみてください。で最後ねちょっとこれねチャレンジなんですけど、じゃじゃん、ハオルチアのオブツーサ、これはねほんと何年か前からうちのハウスの片隅で育てていて、イベントごとにね持ってっているものなんですけど、人気なんだよね、そううちのハウスだとねぐん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 育つんですよ、
だけど家の中に持っていくとやっぱりねちょっと徒長しちゃう。でね、置き場所がねちょっと何とも説明しがたいっていうか部屋の中でなるべく涼しくて日が当たるところ、どこやねん、だけど寒すぎずっていうねそうで、今回まあ2週間ぐらい前かな、根が見えるの五寸を植えて、今自宅で観察中なんですけど、今のとこね、まあちょっと動き出してきてはいるね、なんか徒長しそうな感じがするんだけど、水は控えみようかなとは思ってるけど、光だよね、今キッチンのレンジフードの上に置いてあるんですけど、上に置いちゃったのをちょっと下にしてダウンライトを当てている感じではあるんだけど、それがどうですか。これはそう、これはね、あのハオルチア得意な人はちょっとぜひ根が見えるに植えてみて、チャレンジしてもらいたい。猫チップはね間違いなくいいんで、でこれね植え替えたらねめっちゃ可愛かったやん、ね、だからねこれはシェアしたいなと思って、ハオルチアもね今回持ってってあるので。あ、そうなんだ。かわいいんだってこれ、ハオちゃん。だからねハオルチア得意な人はねちょっとやってみて、ちょっとまた、ね、投稿してもらえると、逆に教えてもらいたいんだ、どこがいいのかね。ハウスの中はねめちゃめちゃモリモリになる、ね、そうなの。ハウスの中はもう花まで咲いてね、いつもすごいんだよね、すごい光景が見れる。お家はね、こんな感じ、鉢も透明ね、ここの上も透明ね、ここめっちゃ可愛い。おお、ハオちゃんいいね、はい、透明コラボ、まあこんな感じでね、4寸の根が見える、ぜひ一度手に取ってね、三寸ポットね、いろいろ、まあポットじゃなくてもいいです、あのお店のやつを選んでいただいて、こうやってね植え替えてみていただけたらなと。お花なんかも植え替えてもらってね。そう、シクラメンとかね、今からの時期ね、そうシクラメンとか、シクラメンねすごい可愛いと思う、ね、ガーデンシクラメンとかさ、ね、いいんじゃないかな、で根が見えるはまあ一応この冬は、まあ、4寸5寸で終わりということで、来春一応3月から6寸7寸、まあ、8寸まではちょっとまだ今検討中なんですけど、まあ、6寸7寸と展開していきますので、またそちらの方もね楽しみにしておいていただければなと思います。はい、根が見えるでしたじゃあ最後のアイテムなんですけど、まあちょっとね今回アロイダーズグッズをたくさんいろいろ持っていっております。まあこれはね本当に僕が好きで、もう園長が本当に普段着たいそうそうものです。普段着てます。普段もう本当ね、これが私服、私服ほぼほぼ私服になってます。オリジナル私服ですね。そうそうそう、はい、で、スウェットね、スウェットはもちろん持ってくるんですけど、これ人気でした、フィールドスタイル。フィールドスタイルすごい、ほぼ完売、もう完売だったね。完売だった、すごい着やすい。 M と L があって、延長 L サイズ、おばさんぽは M サイズ、これでも M サイズ、L でも全然あのダボっと着れて、私も L も着ますけど M でも着れます白 T とね合わせて着ると、ね、そうちょっと首元とか下から白 T がちょっと出るとあのさらにかっこよくなります。で本当にこれはちょっともう自分用で作ったこのパンツがあるんですよね。ちょっとシャカシャカパン、シャカシャカのダボダボパンツっていう、これもねなんと20本、 M と L 10本ずつ、を急遽尾崎フラワーパークさんで販売させていただくことになりました、はい、でデザインが2種類あって、この左の足のところにね、このパーカーの後ろに書いてあるデザインが、うん、それが、まあ、さりげなく入ってます。さりげなく、これねめっちゃ楽、もう本当、まあ、ジャージとは言わんけどね、ジャージよりはいいと思いますし、あのもちろん植え替え作業の時とか、今からの時期ウォーキングとか、そうそうウォーキングも行けるし、買い物も行けるしね。で本当に寒かったら中にスパッツとかね、なんかあったかいそういうちょっとピタッとした人が履いても全然いいし、動きやすいし、動きもいい、そうあのめっちゃ動く、足曲がる無理せんでください。でこれがまずワンタイプ、字のタイプね、もう一本、このここのスウェットとのこのアロイダーズと同じこのね、これね、だからセットアップで着れるんですよ。そう、こっちだとこうやって下がこうなるので、これはさりげなくセットアップで私も着ようかなと思って追加しましたあ、私も L でとりあえず、あの小柄な方は M の方が、もしかして丈感的にはね、ま、ちょっと私あの お尻周りとかあるので L 笑うとこじゃなくて正直に言いましたよね。
L で全然いけるので、で、まあ、やっぱある程度こういうちょっと高い底のある靴とか履くとキュッと上がるので、下がね、スボン、なんていうの、こういうゴムになってるので、キュッて上がるようになってるので、この組み合わせいいと思うよ。このリーボックのポンプフリューリー延長して、ね、別に案件じゃありません俺こればっかなんだよ、リーボックのポンプフリューリーのパターン、かかとっていうか高い靴履くとバランスがよく見えるかな。そうそう、厚みもあってね、これすごい履きやすくてね、そう疲れないよね。そう、色もね結構カラフルな。リーボック私もだからこういうのをシャカシャカパンツ履くときは履きます。いい、そこ持っておくといいかもしれない。そう、出て何のあれリーボックの話かなので、そう、このパンツは尾崎フラワーパークで初お披露目。そうだね、初お披露目で、もし、まあ、いろんなアイテムが売り切れるっていうね、あるかな、あったらいいなっていう、売り切れるかな、うん、まあまあ一応、まあ、年内にね、ストアーズを作って、まあ、グッズの方もね少しずつ販売していきたいなと思っておりますので、まあ、来れない方も見えるんでね、もちろんそういう方にも届けたいなと思うんで、またそれはおいおい発表して。そうだね、 あとキャップ、これもめっちゃ一押しなんですけど、めっちゃこれも本当は一押しで、ちょっと大人だよね、ちょっとね、そう、シックな感じで、でもさりげなく全部本当にこのアロイダーズのねマークがさりげなく入ってて、生地もちょっとなんていうのかな、ウールの、冬の時期は本当今からパンパン使えて、これも一押しなんで、ぜひ。トータルコーディネートができますね、アロイダーズで。そうですね。まあそれをね、俺は目指してるんで、ね、全部アロイダーズで、ね。でもまあ黒っていうどなたでもいける、今回はそういう色にしてみましたので、まあ差し色にちょっとこの見える T シャツをね違う色にしたり、ちょっとハイネック出してみたりとか、そういう靴をね派手にしてみたりとか、そういういろいろコーディネートはできると思うので。植え替え作業はね、観葉植物買いに行くときにアロイダーズを服装備して。レッツゴー。レッツゴーですね。行っていただければと思います。差し色にはこちらの、ね、アウターも、ちょっと今私のベージュしかないです。聞いてみようか。これもね、こうやって切ると。そう、こうやって切ると、だから黒にまたね、そう、中を黒にしたりして。で、こうやって、上をね、ポイントは上を。こんな感じで。これちょっと今 M サイズなんで、私のなんで、延長はまあ L サイズですけど、基本は。でもさりげなく。サイズ感もね、一応サンプルがあるんで、まあ羽織っていただいてもいいしね、うん、まあうちらも折るときはね、アドバイスさせていただきますので、やっぱ顔にね、こうやってみたいですよね、ぜひ当ててみてください。はい、ということで、はい、いよいよ明日から尾崎フラワーパークさん、はい、皆さんお会いできるのを本当に楽しみにしておりますので、うちらも気をつけていきますので、皆さんも気をつけて、はい、ゆっくりみんなで、ワイワイ楽しめたら、盛り上がれたら、ね、いいかなと思います。ぜひお声かけください。そう、結構ねコメントでね、あ、イベント行ったんだけどちょっと恥ずかしくて声かけれなかったっていう方がね割といますんで、こう見えてうちらももう本当にシャイボーイなんでシャイガールなんで、ガールシャイおばさん、シャイジジババなんで、そう、どんどんね、声かけていただければなと思います。ぜひおばさんぽステッカーをお配りしますんで、ぜひこれもね、チャンネル登録していただいている方と、きっと見ていただいている方ら、ね、方はもうしてらっしゃると思うので、うん、あとね、その場でチャンネル登録していただいた方には、うん、この A さんのアロイダーズポスターを2枚セットをプレゼントさせていただきますので、声かけてください、言ってくださいね。私たちももうね、どなたに渡したかね、もう分かんなくなっちゃうので、もうポスターくださいって言ってどんどん言っていただければ結構な数持っていきますので、はい、もう、はい、遠慮せずにどんどん言っていただいて、もらいに来れない方の分まででも全然大丈夫なので、はい、いいよ。友達ね、お友達が登録してるけど来れない方とかにね、これはなかなかの手渡ししかできないので、これはね、お友達の分ぐらいだったら全然大丈夫なので、はい、はい、言ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとなんか言ってますか。あ、ガチャガチャも。ガチャガチャもね、ありますんで、ね、ちょっと追加しましたんで、ぜひおばさんぽは外れではないので、ぜひちょっとね、前のフィールドでおばさんぽが外れ感がね、うん、出ましたけど、最初はおばさんぽが最初だったんで、そう、はい、でもね、アロイダーズもね100個追加したんで、はい、カラフルなね、丸いタイプの方もね、そうそう、ぜひダブルでつけていただくと、僕もね、これ赤をつけさせてもらってます。おばさんぽついてないやん。おばさんぽじゃない、こんな感じで、ね、これにこういう丸のタイププラス、ついておばさんぽもダブルでつけていただいたらなお嬉しいと思います。こうやってね、こうやって出すとね、そうだね、さりげなくね、はい、いろんな、あと5種類5種類、うん、ね、赤、緑、黄色、
透明ピンクとかなんかいろいろ。まあどれも当たり。そう、あのガチャガチャなんでね、はい、そうそうそう、大当たりもありますんでね、はい、それはもうあの当日発表ということで楽しみにしておいていただければなと思います、はいはい、それはあの1回500円なので、500円玉の交換一応多少は持ってきますけど、皆さんもしあのもやっていただけるなら500円玉を用意していただいて、はい、回数制限は、1人何回までとか、そんな、まあ時と場合によってだね。そうだね。ちょっともしね、申し込んでて並んでるようで言ったら1回に、まあそんなことないと思うけどね。まあ、その時は1回にね、1人2回までとかそう、ね、なりますけど、うん、あとうちグッズは植物はあの尾崎フラワーパークさんのレジになるんですけど、グッズの方はあのうちらが手売りするので、ごめんなさいけど現金とペイペイでのみになっちゃうので申し訳ないですけど、今回は現金とペイペイということで、ぜひ。はい、ご協力よろしくお願いします。はい、でも植物とね、うん、あとレジが変わっちゃうんでね、花森屋さんも花森屋さんで単、うん、あの単独のレジになりますので、うん、はい、まあ、ちょっと3点のレジに、ね、なっちゃうと思うんですけど、まあ、そこら辺はちょっと、ご了承いただければなと思います。そうですね、皆さんゆっくり買い物していただいて、いろいろそんなすぐでもなくなっちゃうってことはわからんよ。わからんといってすごい慌てないで、まあお店の他の方も見えるので、皆さんいい人たちばかりなので大丈夫と思いますけど、はい、走らずゆっくり来ていただいて、ね、はい、事故のないようにが一番なので本当に、はいはい、それだけ一つお願いということで、はい、よろしくお願いします。それでは、はい、明日から、はい、尾崎フラワーパークさんで待ってますので、はい、皆さんぜひ会いに来てください。はい、はい、お待ちしてます。お待ちします。ありがとうございます。